今回は理研ビタミン株式会社の提供で腹筋を割る2分間のトレーニングを行います。ワークアウト後はタンパク質がしっかりとれてヘルシーなサラダレシピを紹介します。最後まで頑張りましょう。両足をまっすぐ天井に持ち上げ、つま先を目指して起き上がっていきます。息を吐きながらできるだけ遠くに手を伸ばして、足はぶれないように固定します。つま先を目指して頑張って。5秒切り替えが入ります。起き上がってください。足は腰幅より広め、体を後ろに倒した状態で交互に足の裏をタッチしていきます。重心を後ろに、お腹に力を入れたままできるだけ遠くで手と足をタッチします。足を下ろすときは毎回足が浮かない位置まで重心を後ろに持っていきます。残り10秒です。あと少しです。頑張りましょう。両手をバンザイした姿勢で仰向けになります。片足ずつ交互に曲げ、ももの裏で両手をタッチします。起き上がるときに息を吐きましょう。両手を伸ばしたとき腰が反らないように注意をします。その調子です。いよいよ次でラストです。両手をお尻の下に置きます。腰が浮かないようお腹を地面に押し付けて、足を上下に動かします。足を遠くに引っ張るように、下ろすときは地面ギリギリまで下げます。下腹部に効いてるのを感じて。残り10秒です。耐え抜きましょう。5、4、3、2、1。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。腹筋を割るためには腹筋トレーニングと合わせて食事管理が必ず大切になってきます。特にお腹に脂肪がたっぷり乗っている方は、一度や二度の食べ過ぎではなく、日常の食事の癖や習慣が積み重なってできているものなので、根本的な食事の改善をしていきましょう。今回は簡単で低糖質、高タンパク、そしてとっても美味しいサラダのレシピを3つ紹介します。これらは理研ビタミンホームページに紹介されているもので、その中から私がおすすめを選んでちょっとアレンジを加えました。本当に美味しいのでぜひ作ってみてください。それではどうぞ。はい、完成しました。今回メインでたっぷり使用しているサバ缶には EPA、DHA という栄養素が含まれていて、血液をサラサラにしてくれたり、卵はタンパク質も豊富なので栄養がバランスよく取れて、美味しくヘルシーなサラダが完成しました。それではいただきます。今日は合わせてお味噌汁も用意しました。何か簡単な温かい飲み物系のご飯があると、さらに腹持ちが良くなって空腹感が収まると思います。サバと卵がすごくマッチしていて、青じそでさっぱりですごく美味しいです。完成しました。私はトマトをパプリカに、それからカッテチーズをクリームチーズに変更しました。今回メインで使用しているサーモンにはアスタキサンチンという美肌効果がある成分が含まれています。具体的には紫外線予防効果が高くて、シミとか日焼けの原因となるメラニンの生成を阻止してくれます。脂肪の燃焼効果が高まる効果もあるので、ダイエットにもおすすめです。今回は理研のノンオイル塩レモンでさっぱりと味付けをしていきます。
そして今日は合わせてサラダチキンも食べようと思います。サラダチキンは結構味が飽きやすいんですけども、こちらもリケンのノンオイルシリーズをかけることで飽きずに美味しく食べることができます。今日はチーズとサーモンという絶対に外すことのない組み合わせで、イタリアンな風味でとても美味しいです。チーズって意外と太りそうなイメージあると思うんですけども、意外と低糖質なので食べ過ぎなければダイエット中も全然食べて OK です。色合いも卵の黄色、ブロッコリーの緑、サーモンのピンク、それにねちょっとチーズの白も入って、見た目もかなり綺麗なので、誰かが来た時に出しても食卓が華やかになるなと思います。はい、材料をすべて混ぜたら、ここに型を作ってレタスの上にポンと出して、盛り付けは完成です。少しだけ残して、これは豆腐の上に乗せて食べようと思います。はい、盛り付けが完成しました。今回の味付けはリケンのノンオイル、癖になるうま塩、こちらを使っていきます。先ほどの余ったサラダの部分は豆腐に乗せて、こちらの豆腐も何でも合うと思うんですけど、今回はこちらはリケンのノンオイル中華ごまで食べていこうと思います。今回入っているエビにはタウリンといって、疲労回復とかコレステロールの減少とか血圧の正常化をするような成分が入っています。タウリンを摂ると新陳代謝が正常になって美肌効果もあると言われているので、カロリーを制限しながらでも美容に効果があるというレシピになっています。そのままサラダとしても美味しいし、豆腐にかけてもすごくよく合います。誰でもね、特別な日とかちょっと盛り上がった飲み会とか食べ過ぎてしまうことはあると思うので、そういう時は1日でねご飯を全部抜くとか無理な方法ではなくて、ちょっとずつ運動を増やすとか、こうやって夜ご飯をサラダに置き換えて糖質を少なくするとかいう方法でリセットしてもらえたら嬉しいです。今回レシピ内で紹介したリケンのノンオイルシリーズは、だいたいどこのスーパーでも手に入って1本200円ぐらいなので、値段もかなりお手軽かなと思います。今回紹介した3つのレシピは概要欄の食べトレのリンクから見ることができます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またのがチャンネルのトレーニング動画でお会いしましょう。バイバイ。